脳炎。脳炎は、脳の炎症性疾患の総称。急性脳炎は、脳実質に生じた炎症によって、発熱、頭痛、意識障害、麻痺などの急性症状を呈した状態を指す。脳炎様の臨床症状が存在するにもかかわらず、脳実質に炎症が見られない場合は、病理学的に脳炎に含めず、脳症に分類する。脳症の病理学的な特徴は、 炎症ではなく、脳不腫である。かつては、両者の区別が難しいことから、脳炎、脳症とまとめて述べることが多かった。詳細な病歴、臨床所見の把握、MRI 検査、血液、水液検査、ウイルス、細菌検査、長時間脳波検査、有機酸分析、アシルカルニチン分析などを駆使して、診断に至る。 しかし十分な検索ができず休止する例もある。発熱の原因が中枢神経と疑われるとき、髄液検査を行い細胞数の増加があれば、神経感染症と考える。神経感染症では、感染部位によって名称、症状が異なる。中枢神経系の感染症は、早期発見、効率的な方針決定、速やかな治療の開始が、 生命予防を左右するため医療にとって最も重要な疾患の一つである。これら明瞭な臨床症候群は、急性細菌性髄膜炎、ウイルス性髄膜炎、脳炎、局所性感染症である脳脳用や、硬膜下脳用及び感染性血栓性、静脈炎が含まれる。いずれもそれまで健康であった人々に、発熱や頭痛などの食い的な戦具症状を引き起こし、最初は、 比較的良性の病態と考えられる。しかし、ウイルス性髄膜炎以外はやがて意識状態の変化、局所性神経症状、または痙攣発作が出現する。早期治療のポイントはこれらの病態を早急に鑑別し、病原体を同定して適切な特異的な治療を開始することである。まずは、感染部位が雲膜下空にある、すなわち髄膜炎であるのか、 病変は脳組織全体に分布しているのか、あるいは大脳半球、小脳、または脳幹に限局しているのかを確認することが必要である。ウイルス感染により脳組織が直接受ける場合は、脳炎と呼ばれ、細菌、または心菌、または寄生虫による局所性感染が脳組織に及んでいる場合には、被膜形成の有無によって脳脳用、または 脳実質炎と呼ばれる。大きく分けると、免疫介在性脳炎と感染性脳炎に分かれる。ウイルス性脳炎としては、多くのウイルスで、画像上の特徴などがあることが多い。単純ヘルペス脳炎が、最も多い。単純ヘルペス脳炎、日本脳炎、死傷や規定核に病変がある、狂犬病、水筒体状方針脳炎、小脳炎や脳血管炎。 EV71 による、両脳炎、肝脳、端、塩髄、脊髄、小脳、ムンプス脳炎、エンテロウイルス脳炎、EV ウイルス脳炎、両側基底核、ニパウイルス脳炎、HHV-6 脳炎、骨髄移植後の変異炎系脳炎、CMV 脳炎、A 図に合併、進行性達成白質脳症、JC ウイルスによる、 アキュー性硬化性全脳炎などが知られている。マイコプラズマ脳炎、猫ひっかき病、セキリアメーバ、熱帯熱マラリア、結核、リステリア、トキソプラズマなどの病原体でも脳炎が起こることがある。慢性脳炎には進行性達成白質脳症、アキュー性硬化性全脳炎、進行性風疹全脳炎が知られている。細菌性髄膜炎、アキュー性髄膜炎、 慢性髄膜炎、脳農瘍などに関しては、髄膜炎で述べている。日本神経感染症学会より診療ガイドラインが示されている。急性、ジニア急性脳炎を示唆する症状、症候、神経学的検査所見を満たしたものが、単純ヘルペス脳炎疑いであり、ウイルス学的検査所見によって、確定例になる。単純ヘルペス脳炎は、 農園全体の10から20%を占め、キエンウイルスの判明した散発性農園の中では最も多い疾患である。地域差はなく100万人あたり、年間2から4人の頻度で起こり、日本では年間400例前後の発症があると推測されている。前年代に起こり得るが50から60歳代に発症のピークがある。単純、ヘルペスウイルス農園の95%が、 HSV-1 によって生じ、約70から80%は、HSV の再活性化、または、再感染で起こると推定されている。全単純ヘルペス脳炎の、約80%にあたる、典型例では、側頭腰、前頭用眼下界などを、選択的に障害する、左右非対称急性死性脳炎の病理像をとる、ため精神症状を起こすことが多い。逆に全単純 ヘルペスウイルスの20%が非典型例であり、軽症、慢性脳炎、脳幹脳炎などの形をとることがある。約10%程度に再発、再燃が認められ治療上注意が必要である。前年例における検討では単純ヘルペス脳炎の未治療での死亡率は60から70%であった。抗ウイルス薬、特にアシクロビルの治療によって、 死亡率は19から28%に減少した。しかし適切な治療にもかかわらず死亡と高度後遺症を含めた天気不良率は約30から50%と未だに高く、社会復帰率も約半数にとどまる。後遺症としては記憶障害、行動異常、症候性転換などが多い。神経症候、神経放射線所見を総合していくつかの 臨床病形が知られている。各年齢で見られるが、50歳から60歳にピークを認める。症状は、頭痛、大きい、発熱が多いがこれらは50%程度にしか認めないという報告もある。髄膜刺激症状、急性意識障害、覚醒度の低下、幻覚、妄想、錯乱などの意識の変容、痙攣、極在神経脱落症状、 失語症、聴覚失認や幻聴などの聴覚障害、記名障害、運動麻痺、脳神経麻痺、視野障害、異常行動など、不遂運動、自律神経障害、セアドなどが認められることがある。軌道の確保、栄養維持、二次感染の予防などが行われる。診断基準で疑い例となった時点で、抗ウイルス療法を開始する。単純ヘルペス脳炎が否定された段階で、 抗ウイルス療法を中止する。経攣には、ジアゼパム、ミダゾラム、フェニトインなどが用いられる。納付種には、グリセオールやマンニトールが考慮される。脳幹脳炎、脊髄炎に対しては、抗ウイルス薬に加えて、副腎皮質ステロイドの併用を考慮する。副腎皮質ステロイドの基準は、納付種の軽減、炎症性サイトカインの放出抑制などが想定されている。 天気不良の要因としては、発症年齢が30歳以上、発症から抗ウイルス薬開始までの期間が4日以上、抗ウイルス薬開始時の意識障害が GCS で6点未満、治療開始時 CT にて病巣の検出されること、初回髄液の PCR で HSVDNA が100コピー、ミリリットル以上などが指摘されている。感染症法では5類感染症。 全数把握となっている。急性農園、ウエストナイル農園、西部馬農園、ダニバイ海農園、東部馬農園、日本農園、ベネズエラ馬農園を呼び、リフトバレー熱を除くして、届け出が必要である。ヒヘルペス性急性変園系農園とは、東部 MRI で、海馬、変頭体を中心とした変園系に異常を認めるものの、ウイルス学的に検査で、単純。 ヘルペスウイルスが否定され、悪性腫瘍の合併も見られない、急性発症の脳炎を指す。急性変炎系脳炎から単純ヘルペス脳炎や、防止陽性変炎系脳炎を除外したものと考えられる。看望用の先行感染があり、ステロイドパソルが直蔵を示すことからウイルス感染を、契機として免疫応答異常が生じ、大脳変炎系で、急性脳炎が起こると考えられている。 水液中のイールマイナス6型金を示す。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。